基腐れ病のひどさ、はい、ひどいのをレベル10とすると、はい、レベルいくつのひどさでしょうか。はい、このくらいだとレベル7から8くらいだと思われます。種の橋本チャンネル、種の橋本です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回の動画は今巷で問題となっている基腐れ病の話になります。いろいろな憶測が飛び交いまして、実際に基腐れ病とはどういうものか全くこの関東地区ではわからないんですね。そこで種の橋本はですね、思い切って現場に飛びまして、今現状の基腐れ病の姿を追跡してきました。こちら左側の被害が非常に大きいと思うんですけれども、この左側よく見ていただくとマルチの色目、これが変わってますよね。これが水が溜まった証拠になっています。水が溜まって、被害が非常に進んだ圃場です。で、反対に右手側に関しましては、ポツポツ発病してますけれども、水の溜まりが少ないので、被害の発生具合が少ないです。今ご覧いただいているように、このように枯れていきます。初期症状としましては、刺し苗をした段階で、大きくならずにしおれて枯れるもの、活着した後に、同じように黄色く変色していって枯れていくものなどあります。今こう被害がこう出てるじゃないですか、はい、株の中でも健全な株とこう生育の良し悪しがあるじゃないですか、はい、いいものと悪いもの、これはやっぱり病気にああいうのってならないって見ていいんですか。隣にこういった病気の株があればまた、移って同じように枯れていきます。結局は一つが伝染したらば全て基腐れ病になるって見なくちゃいけないんですか。はい、一つでも株が汚染されているのであれば圃場全体に広がることを覚悟した方がいいと思います。ただその中でも取れるっていうことはありますか。はい、収穫はできるんですが、これを収穫した後貯蔵した場合に貯蔵庫の中で収穫した芋が腐敗して、他の健全な芋まで汚染してしまうことがあります。あ、じゃあやはり基本的にはもう廃棄をしなければ後のことを考えるとマイナスになるということですね。はい、汚染の、進行が広がりが止められなくなってしまいます。基腐れ病の初期症状っていうものを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、まず見渡してもらって、顕著に病気が出てるものも見えるんですけれども、初期症状の方になると、こちらを振っていただいて、まず葉っぱがしおれたような感じになっています。こう元気がないような感じに見えると思うんですけど、あとは色が黄色だったりとか薄くなってたりとか、ちょっと赤いのが出たりとかしてます。で、これを、株元の方を見てみると、こういった形で地際の部分から黒くなっています。これが発病の症状になります。で、これがどんどん上の方にこう走っていくような黒い部分がですねっていうような感じになります。はい、それが具体的に進むとどんな木ぶりになりますでしょうか。はい、もう完全に枯れてしまって明らかに元気がないような、こうなんか今株元を触りましたが、こう簡単に抜けそうなんですね。はい、簡単に抜けます。実際抜いてみます。ここからもうこのように中の方がついてこなくて、つるから切れてしまうような形になります。これが典型的な基腐れ病の進行ステージということなんですね。はい、発病しやすい圃場の状況なんですけれども、こちらのマルチ見ていただきたいんですが、ここの部分が茶色くなってるのお分かりですか。はい、そうですね、茶色くなんか汚れたようになってますね。はい、これが水が溜まって、こういう引いた後にこういうふうに茶色くなってます。はい、でここのうね間の部分ですねについては水はけが悪くて、水がいっぱい溜まってたことが過去にあるというような感じです。でここの近くを見ると発病したような株が多くなっています。水はけが悪いところの並びで
そこもですし、こっちもですね。そうですね。はい。こう並んでこうやっぱり広がってきますね。水はけが悪いところには発病しやすいので、排水対策はきちんとしなければならないです。こちらがあの畝の終わりの部分になるんですけれども、ここから側溝に向けてですね、こういった形で溝を切っています。でここからあの水を流すような形にして、あの排水対策をしています。こちらの地区で最初にこの基腐病が発病されたっていうのはどういう状況下だったんでしょうか。はい、最初にあの症状が出たのは苗床からでした。で急になんかあの腐れたようなあの苗っていうのがあの増えてきて、それが徐々に広がっていくような感じでした。最初は皆さん何と思ったんですか、その時は。正直その症状が今まであの出たことがないようなものであったので、なんで腐れるんだろうねっていうような、みんな不思議に感じているような、様子でした。どういった手立てを立てればいいのかっていうところもわからないで、まあ、ただただ困惑するような感じでした。基腐病っていうのが認知されたのはどういう経緯でこう認知されたんですかね。はい、農家の間でその本舗の方でもあの症状が出るということで、徐々にあの皆さん焦り出してきたような雰囲気でした。でそのまあシーズンが終わってから、その県なんかについてもですね、これはちょっとあの由々しき事態だということで、あの話が広がっていったような形です。それはじゃあ発病してから何年目にして基腐病という名前がついたんでしょうか。ちょっと感覚としては2年目くらいだったと思います。当初はその基腐病で、あの仮の名前であの登録されていました。最初に取り組まれた防除方法というのはどういうことをされたんでしょうか。はい、最初には、取り組んだ内容としては、どういった農薬が効くというところもあの分からないところでしたので、あの発病株の抜き取りくらいしかあの手立てがありませんでした。でその後であの殺菌剤ですねについても効果的だという話があったんですけれども、病気が広がってしまった畑については散布しても、目に見えた効果は得ることができませんでした。ということはどんどん、まあ、枯れていく症状を黙って見るしかなかったということなんですね。はい、そのような形ですごくあの胸が痛い気持ちでした。初年度っていう考え方でいうと何割ぐらいその基腐っていうのが見えたんですかね。はい、初年度については 1,2 割程度でした。そして2年目になるとどのぐらいになるんでしょうか。はい、こちらあの天候の問題とかっていうのも絡むところではあるんですが、3割から5割くらいにあの被害が拡大しました。軽く倍以上増えたっていうことなんですね、これ。はい、今年今度3年目っていうことなんですよね。はい、3年目は下手するともっとってことですか。可能性としてはあるんですけれども、あの今はその防除体系であったりとか、あとは基腐病についてどういった病気なのかっていうのが、あの年々、情報が開示されてくるようになりましたので、去年に比べても防除に力を入れている農家さんというのは増えてきている状況です。なのでその効果が、うまく上がることを期待しているところではあります。まあ、今こうひどいですよね、こう枯れてますよね。はい、枯れていて健全な株もあるんですが、はい、健全な株ももしかすると障害が受けてることってありますか。はい、あのこのくらいの生育になってから発病するようなものもあります。外見が何ともなくて芋掘って腐ってるってことがあるってことですか。実際にはあの地際の部分ですねをあのよく見たらあの黒くなっているんですけれども、まあ、大きくなってしまうと外見での判断っていうのがあの難しくなってきます。基腐病の畑だったらば、はい、いつも以上に気をつけながら収穫作業やっぱされるんですね。はい、あの目を光らせてあの抜き取りをするようにしています。ただそれでもやっぱ見落としは人間なんで出てしまうんですね。はい、どうしても出てきてしまいます。種芋の補助、お芋の生産者にとってはまず健全な種芋を作るっていうことが、苗をいっぱい増やすためにはその種芋が必要なんですよね。はい、補助の種芋の管理はどのようなことを心がけて管理をして、この基腐病を発病を抑える動きをしてるんでしょうか。種芋をあの取ってから、あのそれについては貯蔵前にあの消毒をするようにして管理をしています。はい、あとはあの抜き取りの時にその発病しているあの芋を取り除くというところはあの目視であのやりながら行っています。大
台所の管理っていうのはどういうところをやっぱり気にされて管理してるんですか？はい、まず苗を刺す前にですね、全面を消毒して、菌が残らないような形にしています。あとはそのこまめなロータリーをですね事前にしていて、その残渣の分解を促進してなるべく菌が残ってないような、苗床を作るように、意識しています。さつまいも作りってこの基腐病が今こちらは広がってますよね。はい、生産者の皆さんの意欲っていうのはどうなんでしょうか？前向きにこう進めてるんでしょうか？それともやっぱり日気味になっちゃいますかね、やっぱり。はい、実際のところを言うとですね、こちらの症状がいつ収まるかわからないっていうところで悲観的になられている方も大勢いらっしゃって、実際に離農しているような方も出ています。ただですね、年を減るにつれてその基腐に対する防除であったりとか、そういった話についても徐々に分かってきているところであるので、皆さん、農薬の散布であったりとか公衆的な防除について力を入れてやっているところです。これからこの地区の要は方針ですね、栽培方針としてはまずはやっぱり農業って土作りの指導ということでよろしいんですかね？そうですね、今まではちょっとないがしろにされがちであったその土作りっていうところに対して、今力を入れているところで、微生物資材とかそういったところに対しても皆さん力を入れて勉強されています。こちらの地域では年々基腐病っていうのが被害が拡大していてですね、中には特に高齢な方なんかは離農するような方も年々増えてきているような状況です。なのでですね、こう一人一人の防除の意識っていうところが非常に大切になってきますので、先ほど申し上げたような排水であったりとか、あとは登録された農薬であるアミスターの散布であったりとか、そういった基本的なところを丁寧にするような防除っていうのを一人一人心がけていくっていうところが大切かと思われます。そうすることによって基腐病を防除できるということですね。はい、基本的なところを着実に行うことが、大事だと思います。旦那仕事チャンネル登録よろしくお願いします。